ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ギターはおしゃべりは毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、ということで、はい、今回のテーマは、はい、久々ですかね、ギターは語るということでね、はい、由紀さんの朗読をね、はい、聞いていただきたいと思います。はい、はい、ということで、うん、実はね、最近社に中身をね言っちゃうのあれだけど、今日はお星様のお話なんだよね、はい、お星様ってあの星座ですよ、はい、ね、足がしびれる星座とは違いますからね、うん、そうです ね、はい、キラキラしてる方の、はい、都会で暮らすとね、うん、あまり星見えないでしょ。そうですね、ね、なかなか、わ、星がすごいって思ったのはいつですか。何年か前に友達と箱根に行ったことがありまして、その時はすごく綺麗でしたね。うん、はい、もう一面星空っていう、ね、僕は、何度見ても長野の田舎ですけど、うん、まあ、標高は360メートルぐらいですね、はい、だからここに、まあ、東京よりも360メートル高いんですけど、はい、それでもやっぱり街の明かりがね、もう夜も明るいからなかなか星が見えなくて、はい、だからね、合宿でね、はい、秋田に行った時かな、うん、で秋田の山の方に星を見に行きましょうって言うんで、いいですね、うん、みんなで車でわーっと行って、はい、それこそ街灯も何もないとこで車で行って、明かりをピッと消すと、はい、もう足元がえっ、はい、でしばらく目が慣れると見えるんだけど、はいはい、でその時にこう、あ、ちょっとね、はい、自慢する人がね、懐中電灯っていう、はい、大きなやつで、はい、こう空をピーってやるとね、光がスーッといってね、その時のもういわゆる満天の星というのはああいうことを言うんですね、ま、もう、あ、それがすごく印象に残ってますね。いいですね、そういうの見たいですね、やっぱり。すごい、だからね、大きい星とか小さい星とかあるでしょ、はい、うん、もうね、ぐわーってあるからよくわかんないだからよく見て、これ明るいでしょって言われると、はい、ああそうですねみたいな。あの星座を探したりとかはしなかったんですか。しました。だけどね、ありすぎてね、例えば星座の表ってあるでしょ、はい、こう線が引いてあって、うん、空見るとね、線が引いてないですね。そうですねだからね、何の星座だかわからない。一生懸命ライトでこうやって照らしてくれてうん、うん、って思うんだけど、もうだだね、首痛かったですけどねずっと上向いてますからね。今の子供たちがね、はい、ああいう星を見てほしいと思いますね。そうですね、本当にそう、今とかですけどね、ずっとどっちかなって今悩んじゃいましたねあとね、私事ですけどね、はい、南十字星を見たんですよ。はい、うん、うん、あんまり びっくりでしょ、はい、なぜかというと、ここ北半球だから見えないんです、はい、あ、そうですよね。そうなんです。つまり、はい、南半球行った時に見たんですね。どちらに。オーストラリアに行った時に、ここでもやりましたね、はい、オーストラリアの模様ね、はい、あの時にやっぱり街灯のないところにバーッと車で行って、でやっぱりね、こう十字架が見えるわけじゃないので、で説明してくれる方がそ、ね、あそこにあるなどこうなんか間にこう見えるのが南十字星ですよ。だから僕はもうすっかりこう見えるのを期待してたから、ちょっとそういう意味では、まあ、がっかりしましたけど、イメージ力が大事ですね、うん、そうだけど、はい、やっぱり北半球では見えないということでね、ちょっとしばらくみんなに自慢しましたいいですね、南十字星がねなんて言ってましたけどね。学校に星を見るクラブとかなかった？クラブですか？うん、部活というか、まあ、同好会とかそういう。あ、そういうのなかったですね。趣味のお友達とかさ、そういうの。いやー、どうですかね。なんか父が星好きなようなイメージはあるんですけど、うん、あるでしょう、お家に天体望遠鏡っていうの、はい、あったかもしれないです、ね、こう三脚にこうつけてね、はい、うん、流行りましたね。流行りましたというか、うん、もう僕も欲しかった記憶はありますね、うん、手に入ったかどうかちょっと覚えてないんだけど。ああ、そうですか、うん、こう星撮影される方もいますよね、カメラで、カメラでね、ああいうのも綺麗ですよね、動いてるのとかね、はい、それが見えてね、はい、いいですね。今日はそのお星様のね、はい、そうですね、お話をちょっとね、はい、じゃあちょっとしてもらいましょうかね。はい、はい、じゃあお聞きください。
高橋哲作、思い出の宝箱より、星のしずく。僕が10代の仲間入りをした頃、よくある話だけど、僕は星座に興味を持っていた。それで夜になると一人で近所の公園に出かけて行って、サビだらけのジャングルジムに登り、夜空を見上げていたのさ。ジャングルジムのてっぺんに腰掛けると、僕は肩にかけたバッグの中から星座表と懐中電灯、それに双眼鏡を取り出すんだ。あ、それから自分で作ったサンドイッチも入っている。そいつを口に押し込みながら双眼鏡で星を眺めて時間を潰す。たった一人でね。友達なんていなかった。欲しくなかったわけじゃない、友達ができにくいタイプなだけさ。とにかく僕は空を見上げていた。空が友達なんて干渉的なことは言いたくないけれど、やっぱりそうだったんだろう。あれはそんな夏の日の夜のことだった。いつものようにジャングルジムに登って星を眺めていたら、突然下から声がしたんだ。ねえ、星のしずくは見つかった？その時は不意をつかれてしまって、うかつにも声のした方に懐中電灯を向けてしまった。すると僕と同じかちょっと小さいくらいの子がすぐ目の前に立ってこっちを見上げている。色は暗くてよくわからなかったけれど、髪の毛が肩の下あたりにまであって半ズボンを履いていた。そこで僕は素晴らしくまともな反応をした。聞き返したのさ。なんだって？星のしずくだよ。探してるんだろう？星のしずく？なんだいそれ。知らないの？信じられないよ。そのいかにも常識知らずのような物言いに僕は少しムッとした。仕方がない、教えてあげるよ。特別な日の夜に輝く星が落とす、それが星のしずくさ。こいつ何を言ってるんだ。もしかするとちょっと変わったやつなのかもしれない。ここは話題を変えておくのが賢いやり方だ。ところで君は誰？僕はくるみ、君は？男の子だろうかと思いながら、僕は自分の名前を教えた。するとくるみはすいすいとジャングルジムを登ってきて、僕の隣に並んで腰掛けた。近くで見ると女の子のような優しい顔立ちだった。それととってもいい香りがしたんだ。僕はなぜかドキドキした。ここは高いね。まるでエベレストだ。くるみが感心したように言った。その瞬間からジャングルジムはエベレストになってしまった。僕はくるみともうちょっと話がしたくなった。それはもしかするとドキドキとも関係していたかもしれない。ねえ、サンドイッチがあるんだけど食べるかい？僕の手作りだけど。ありがとう。サンドイッチは大好きだよ。特に誰かの手作りのものはね。僕はベーコンとチーズのサンドイッチを手で2つに分けて、ちょっと大きいかなという方をくるみに渡した。あの星座はなんていうのかな？サンドイッチを手にしたくるみが指さす空を見上げてみると、3つの星でできた大きな三角形が見えた。こと座だよ。どうしてことが空の上にあるんだろう。オルフェウスの物語を知らないの？知らないな。教えてよ。くるみは大きな目をベガのようにキラキラさせてねだった。僕はドキドキを隠すために
咳払いを一つしてことざの話を始めた。ことの名手オルフェウスが死の国へ妻のエウルディケを連れ戻しに行くギリシャ神話だ。結局オルフェウスはもうすぐ地上だというところで振り返ったためにエウルディケの連れ戻しに失敗する。なるほどね。エウリュディケはオルフェウスと一緒に戻りたかっただろうな。そうだ、今日は僕らが会えた特別な日だからエウリュディケが星の雫を落とすよ。クルミがまた不思議なことを言った。そのせいか僕のドキドキは最高潮に達してしまった。それで恥ずかしくなって小さな声で聞いてみたんだ。ねえくるみ、明日も会えるかい？もちろんだよ。エベレストで待ってる。それとサンドイッチがあると嬉しいな。くるみは僕の方を向いて笑った。その笑顔がとても可愛くて僕は思わずうつむいてしまったんだ。あのさくるみ、星の雫だけど見つけたような気がするんだ。そうか、そうだと思ったよ。くるみはまた嬉しそうに笑った。それを見ていたら明日も星の雫が見つかるような気がした。そしてもし見つけたらまたくるみに教えてあげようと心に決めたのだった。なかなかロマンチックなお話で ね、うん、僕気になるところはあのくるみくんなのか、はい、くるみちゃんなのかくるみさんなのかちょっと気になるところですね。そうですね、いろんなこう解釈もあるかなと思いますが、ね、はい、あのそういえばあのはやぶさっていうのが、はい、ほらなんか遠く行ってっていうのがあったでしょ、はい、なんかお父さんがそうなんですよ。実は父があの名前を持って行ってくれる、うん、その到達する惑星に名前を持って行ってそこにこう名前を落としてくれるっていう、名前を書いたプレートを、そうです、はい、プレートを持って行ってくれるというのが、僕があった、はい、あったそうで、私もちょっと知らなかったんですけど、知らないうちに父が家族全員分の名前を、申し込んでくださったみたいで、ニュースについている頃でね、今ね、でニュースで ね、やってましたもんね、はい、なかなかロマンチックなお父さんですね。そうですね、やっぱ星好きなんじゃないかなと思いますね。でそのプレートは今度誰が取りに行くんでしょうかね。取りには行かないじゃないですか、きっとそこにあるっていうのが、はい、それがロマンなんか気がしますね。そこがやっぱり、うん、違うのかな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて最新動画を配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします、はい、よろしくお願いします。これまでの放送も YouTube で全てご覧いただけます、はい、検索ワードはギターはおしゃべりでぜひご覧ください。はい、ホームページの方もぜひ遊びに来てください、はい、どんな曲を弾いたとかね、はい、それと朗読もどんなものやったかっていうのも全部こうね一覧で見れるようになっています、はい、ぜひぜひどうぞ。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。